F1 第13戦ハンガリー GP 決勝で、ルイス・ハミルトン、メルセデスとマックス・フェルスタッペン、レッドブルが接触したインシデントについて、レース後に審議が行われた結果、ペナルティの必要なしとの裁定が下された。レース終盤、3番手のハミルトンに、新しいタイヤを履いたフェルスタッペンが追いつき、カズ州に渡りバトルが続いた。 ハミルトンがターン1に入っていくときにフェルスタッペンがイン側に飛び込んだが直後にロックアップしたことでフェルスタッペンの左リアタイヤとハミルトンの右フロントタイヤが接触したフェルスタッペンのマシンは一瞬浮き上がった後コースオフ幸いコースに復帰できたが5番手に落ちてしまったフェルスタッペンはハミルトンが接触直前にラインを変えたと主張ハミルトンはそれを否定した スチュワードは調査を行った結果、フェルスタッペンの主張を解け、ハミルトンはブレーキング時に進路を変えてはいないと判断した。一方で、ハミルトンには接触を避けるためにやれることがもう少しあったとの考えを示し、どちらにもペナルティを課さないことを決めた。ターン1へのアプローチにおいて、44号車、ハミルトンと1号車、フェルスタッペンは、23号車、アレクサンダー・アルボン、 をオーバーバテイクした44号車はレーシングラインに戻ってきた後ブレーキングゾーンに入りターン1に向けてコーナリングを始めたとスチュワードは述べている1号車はそのコーナーにそれ以前の週よりも早くアプローチしたこれは DRS によるそして前と同じポイントでブレーキを踏んだ1号車のドライバーは44号車がブレーキング時に進路を変えたと主張した 44号車のドライバーは、自分は自身の通常のレーシングラインに沿って走っていただけだと述べた。このことはそれ以前の周回のビデオとテレメトリーの証拠を調査した結果、確認された。1号車が衝突が発生する前に、ターン1にアプローチする中で両方の前輪をロックアップさせ、典型的なオーバーテイクの動きのための通常のコーナリングラインを逃したことは明らかだった。 44号車のドライバーはこれはレーシングインシデントであると述べた一方1号車のドライバーは相手がブレーキング時に方向転換したケースであると主張したスチュワードはこれがブレーキング時の方向転換の典型的なケースであるとは考えないただ44号車のドライバーには衝突を回避するためにできたことがもっとあったと我々は判断する したがって、我々はどちらのドライバーにも大部分の責任はないと判断し、これ以上の措置を取らないことを決めた。